セクシーレンボーゲームのやつやろうな。行ってきます。大丈夫って楽だよ。はい、いってらっしゃい。おはようございます。これから何や飛行機バスでどこやったっけ？小牧です。あ、小牧空港まで行ってそっから高知行きます。行ってきます。じゃあ高知行ってきます。といたしますと、高知空港に変更を乗せてまいります。本日は航海に入りますと、ところどころ元の内閣まして、揺れる可能性もございます。高知着きました、これからバスで練習場を向かいます。練習場到着しました。やってきます。すごい練習終わりました。これからホテル向かいます。いただきます。はい、ご飯食べて、マッサージ受けて帰ってきました。じゃあちょっとゆっくりしてもう寝まーす。いい、明日頑張ります。おはようございます。じゃあ朝ごはん行ってきます。ホテルのすぐ近くに四万十川があったんでちょっとお散歩来ました。はい、今日の試合頑張りたいと思います。いや、勝ちました。じゃあこれからホテル帰ります。いただきます。はい、おはようございます。今日は、高知で練習してから、刈谷に帰るんで今から練習行きたいと思います。行ってきます。よいしょ、空港到着しました。小牧空港到着しました。これからバスで刈谷に帰ります。はい、帰ってきました。あれ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 イエーイ。あれ、じゃあお風呂入ってきまーす。はい、いただきまーす。はい、今回も見ていただいてありがとうございました。今回はアウェーで高知ユナイテッドとの試合だったんですけど、しっかり勝って、
2連勝することができました。刈谷から高知までサポーターの方も応援に来ていただいて本当に力になりました。ありがとうございました。まあ、今2連勝してますけど、まだまだたくさん課題もあるし、僕たちが目指してるサッカーはまだまだこんなもんじゃないんで、もっともっと質の高いサッカーができるように、質の高い選手になれるようにまた練習していきたいなと思います。それではまた次回の動画も見てください。さよなら。